はい、どうもニーナです。それではラストバスパート2、続きをやっていきたいと思います。まあ、アビー、メル、誰だっけあれ、マニーか、と、基地を目指しているというところですね。まあ、途中でスカーに襲われたんで、車が使えなくなってしまい、まあ、ここはなんとかね、基地にたどり着かねばといったところでありますが、まあ、今んとこスカーに会ってないというのは逆に怖いよね。逆にスカーがやってくるんじゃないのと。どっちこの部屋入れる？入れない。入れないと言われると入りたくなるよね。なるよね。まあ、そういう性分ですよね、皆さんも。中は何かあるのかな。お、コインも見つけた。メモがあるか。まず先にメモから読もうか。メモ久しぶりだな。うん、なるほど。マルタへ。休戦協定が破綻した今、ここで落ち合うのは危険すぎる。スカードもゴキブリのようにここいらにあふれるだろう。俺は先に自分の物資を片付けておいたが、お前が来た時必要になるかと思って、お前の銃をすべて金庫に入れておいた。金庫はスカーにとっちゃ古い世界の代物だから、触らないだろうと思ってな。バカな野郎どもだぜ。それじゃあまたな。気をつけろよ。ポールより。PS、暗証番号は今も大金を当てた番号のままだ。暗号よ。暗号じゃねえか。暗証番号は今も大金を当てた。なんのこっちゃ。なんのこっちゃねん。なんかあれですか？くじみたいな。ロトくじ的な。ロトくじ的な何かやりましたか？金庫が近くにありそうだよね。ここ、弾薬があるかも。だったら最高。ちょっと調べようよ。まあ、基本は開かないのね。ちょっと弾薬欲しいよね。ここも開けれないか。弾薬。入れる場所探したいね。どっから行けそうだろうか。行けそうだね。金庫あったぞ。だ、ヒント足りなすぎん。この番号がわからんぞ。もうちょっとヒントが欲しいんだが。ヒント少なすぎん。やっぱこのトレーラーハウスみたいなところにヒントある？なんだっけ？ピース、暗証番号は今も大金を持てた番号のままだ。大金を当てた番号のままだ。そんなのあったっけ、どっかに。俺は何か大事なものを見逃してきている？魚を釣ったとかそういうことかい ?0815-12。
08151512違う。くそ、12081515。わからんな、数字が関連してるのなんてあった？他にヒントくれー、ヒントくれー。他になんかあった？数値関係ありそうなの、なんかこっちか、これだ。全然見えないんだけど、173807。ごめんなさいね、1837、ぐちゃぐちゃ、1738、07。開いたほら、あったこれマジで最高、やったね。新しい武器強そうではあるけど、単発リロードなの？やりました、武器手に入れましたよ。すげえ時間食ったんで大幅カットだと思いますけども、よし行きますか。ねえ、こっちだよ。こっから先はやばそうね。よし、線路に沿って行こう。基地に続く道に出るはず。嫌な感じだ。だね。油断しないで。壁越えられるかな。無理だな。静かに。またお出ましだよ。どこ？これどこにいんの？ついね、そうなんだよな、エリーみたいに消音武器ないからさ。あぶね、嘘でしょ。引き返せ。近いんだよ、あなた方。どんだけ二人密着して移動してんの、あれ。危ないよ、ここ危ない。危ない危ない、あいつはそのツーマンセル作戦やめようよ。
あいつは基本ツーマンセルで移動してるよな。邪魔なんだけど、そこにいられると。ちょっと待った、これそのまま行くとまた向こうから回ってくんだろう。あいつは別行動してくんねえかな。マジツーマンセルめんどくせえ、ツーマンセルめんどくさい説出てるよ。いや何にせよ音が鳴る武器しかないからな。マジツーマンセルやめてほしいな。そこで微妙に合流するんだろう。またなんなんマジで。めちゃバレてるだろ今の。いや、待って、これどんだけいるの。なりますよね。結果実力行使になっちまったじゃねえか。マジ連なって歩いてたからな。こっち側にも回り込んできてないよね。そうあいつら口笛でこう連絡と取り合っててさ、応答がなかったらなかったで詰めてくるからな。あと4人はいるよね。マジでタチ悪いぞ。
してっからな。まあ、ここにいるんですけどね。くそ、ナイフ一本使わされた。これで一人は減ったぞ。あと二人はいるな、確実に。あいつは絶対下も見るんだよな。うわ、バレた。この野郎。どこだ。くそ、結果的にはか、気づいてなかったな。どこに行った？奴らを追うんだ。あと二人はいたよね。あと二人はいるんだけどさ、あそこに一人。あいつだけかな。ひそひそ声になっちゃってるまたひそひそ声になっちゃってる。来てるね。全然進めないよ全然進めないよ。ただ口笛の呼びかけとかあったもんね。まだいるんだな。いるね。だいぶ進んでも大丈夫なんじゃないのかな、これ。新しいの変えよう。
よし、だいぶ少なくなったんじゃねえかな、これで。いるね、あそこに。待て、全然少なくなってねえんだけど。来てる。来てるよな。感じなのか。俺どこ行った。そこにいる。なるほど、あいつこっちには来ないな。バカ、邪魔なんだよな。その動きしないでくれる。俺はもっと細かく動きたいんだ。そこに2人いるな。え、めちゃめちゃいるじゃん。なんだよあの量。すげえ量まだいんな。いや来ないんかーい。こっち来なよー。いやマジこれ突破に何時間かかるかわからん。そう、いつものゴリラプレイが私を呼んでいるな。ゴリラしちゃう？こいつこっちに来た時もあったよね。3人はいるよな。地形。こいつらこっち来る気か。まあ結果バレてくんですけどね。クソ、シャワー誰も落ちてんな。
しなさい。来ているね。ここはいけないのか。あ、死んでない。あ、味方か、びっくりした。しんど。終わり。ごめんよ、まだウルフがウルフが味方だっていう認識が薄いんだよ。あ、しんど。しんど。犬助けてくれよ。いつ着くの基地。シスカー強すぎんか。ねえ、こっち。どっちよ。正解ルート言ってる俺。あ、そのようね。はあ。マジ。マジしんどいね。ほら、あともう少し。全然距離あるじゃねえか、まだ。いるぞ、口笛鳴ってるってことは。行くよ。全然無視じゃねえか。すげえ量いるぞ。敵が多すぎる。下がるんだ。やばいぞ。全然あれだったな。いてえ。うーん、弓が。最後になってる。みんな倒したよ。ほら、またクズどもが現れる前に。助かったよ。お前ら最高。ガキは全員お前らの名前つけよ。いける。弾くれ、弾。ちょっと待って。弾だけ回収させてくれ。運が良かったな。銃声が聞こえて。よかった、味方来てくれてよかった。いや、音で銃引けるかと思ったら窓ガラス割れてても無視だったね。助かったわ。よし、基地に行こう。ちょっと、大丈夫？死にゃしないさ。メル、手伝う。ほら、手を見せて。いいぞ。これでなんとか基地までたどり着けるのかな。本当かな。
よかった、まだすげえ遠いんだもん。ふぅ、もうすぐ着くから。ゲートを開けろ。どうしてやれ。メル、何を。背中、手首を強く握ってて。マジかよ。気づかなかった。ねえ、負傷者2人。彼は手に銃創を受けてる。メル、あんた悪くなかったよ。それってお世辞？ほら行ってこい。アリス待て。ほらこっち。お座り。だいぶ出血してたなあいつ。安静にしてなきゃ。きっと平気だ、大丈夫だって。